それをお礼してください
you
ケースで負けることはめちゃくちゃ多かったんで、私仕事ですが、明日奥さんの誕生日でございます。誕生日プレゼントを最高のものにしたいなと思い、頑張りました。かっこいい、かっこいい。5月以来ですね、石垣から今日は1日、どういうところがいいですか？ラッキーもやっぱありましたよね。あの千葉選手の試合史上最悪なぐらいの感じあとですが、まあ、競り勝ったことがね、ラッキーと思いつつ、最後まで最後集中ちょっとできたので決勝は良かったなと思います。最後、3セット目のクリケットはすごかったですね。いや1セット目取られたんで、もうこれも背水の陣で、もう練習してきたことやるしかないと。大好きこの負けのコメント、いや優勝コメントもなめらけだね。まあ、2セット目からブレイクできたんでね、1レーン目、あるかなと思って頑張りました。はい、今季の関してはですね、まだツアー2勝した選手がいない状態で、まさに戦国時代だと思うんですが、その今の状況、山本君、どのようにお考えですか？そうですね、僕も多分、歴史的にはベテランできないと思うんですけど、若い上手い人たちは自粛してほしいです。年寄り頑張ってます。今、決勝もね、僕をお年寄りもやらせていただきまして、はい、でも40代が頑張ったら20代30代何してんねんってなりますんでね、全国の40代の皆さん50代の皆さん頑張ってほしいと思います。はい、それでずっとやり方だ、はい、やり直しますはい、今後の抱負を、全国の視聴者に一言お願いいたします。この 4、5年で多分ダーツを始められた方は僕のこと知らないと思いますけど年間ランキングまた1位を目指してですね、取ったことないんで、まあ、パーフェクトに13年目なんですけど、ランキング1位取って、今のダーツの人たちにもあいつやるじゃんって、あのおっさんやるじゃんって思われたいんで頑張ります。応援よろしくお願いします。見事、第8戦沖縄大会優勝しました山本信弘プロでした。おめでとうございます。